画角キモ。はじめまして、なんかプロセカ昨日本当配信する予定っていう話したっけ、この話っていうのを話したはずなんだけど、ちょっと待ってね、コメント出すね。なんか昨日普通に忘れてて、でしかも今日プロセカのなんか創作譜面やる動画出そうかなと思ったんだけど、やり方わかんなくてできなかったんだけど、どうやってやんのプロセカの創作譜面って、めっちゃやりてえなと思って、なんかそれやるとセガからお声かかんなくなりますよみたいな言われるかもしんないんだけど、もともとマロディやってるからそんな変わりないみたいなねところあるから。どうしようかな、さっさとフルコンしてカラコン。ねえねえ、そんなにカラコン面白い？俺全然手カラコンやってて楽しくないし面白くないし、そんなカラコン好き？みんな何が面白いのあれ、言ってじゃやってて、俺はやってて全然面白くないんだけど、アーキャの何が面白いかちょっと教えてほしい。普通にわからんもん、プロセカより面白い理由を教えてほしい。あ、コメントやっと出たわ、よっこいしょっと。どれだっけ、じゃああれにするか、楽曲レベル順。ちょっとさっさとねフルコンしろ。でか本当になんかあれをやりたかったんだよ、創作譜面がやりたかったんだよ今日本当は。なんかやり方わからなかったんだよね全然。あ、 D もまた明日やるわ、よっこいしょ。フルコンするわ、でもなんか明日うっせぇわ来るみたいな話は聞いたわ、それがめっちゃ楽しみだ。え、アドのボーカルってついてんのプロセカって。え、ぶっちゃけアドのボーカルでやりたいんだけど、あのセカオワのさ、セカオワじゃないわ、あのなんだっけハローワールドの時ってさ、バンプオブチキンのボーカルついてんのかな、あの曲本家音源みたいな。あ、ついてないんだ。アドでやりたくない、どうせだったら。あ、ミスってる、意外とでも簡単そうじゃないこの曲。忍びスラッシュマジでゴミゲーだったんだけど、あれ俺包み隠さないけど、あれマジでゴミゲーだったよ。私はやらん、もう二度と忍びスラッシュは。でここむずいんだよね、できないかもしんない今日、難しいわこれ。いや、ステライツの方が面白くない、曲いいのあるし、で綺麗だし、ぶっちゃけステライツ。あとなんか下ベラに口内できてるわ今、とんでもないことに気づいちゃった。下ベラに口内あるとめっちゃ萎えるんだよね。でもぶっちゃけこれはなんか早く俺するじゃない、とんでもあんだぞ、覚えゲーじゃんこのゲームって。ぶっちゃけなんか認識なんとかの覚えゲーじゃないの、同人で音ゲー作っても金がかかりすぎる。それハードコア楽しいとか無理でしょ。いや別にその辺あのさ、別にそんなハードコア楽しいばっかり入れろなんて言ってないんだからさ、なんか ストリートとかさ、ポリーシャとか入れていけばいいじゃん、そんなお金かかんないじゃんぶっちゃけ。
そんな何十万もかかるわけじゃないし、しかも同時につっても別にそこまでお金ないわけないやん。そのゲームをプログラムできる人が、そんな能力ある人が、そういうことできそうだよね。覚えてできたら苦労しねえんだわ。いや苦労してないもんだって。まだ苦労ん俺まだ覚えてないから、覚えればいいんじゃないの。ナートはむずそうじゃない。なんかナートとかなんかあの辺ちょっとカリスマ感あるからむずそうじゃない。ゼアミとかタッシュ系のやつ、年齢層が高そうなやつ無理そう。魔王ゾンとかだから、ストリートとか、あのツイッターのアイコンが二次元のやつは大体入れれそう。同人でクソ偏見。人生に苦労しろ。そうだね、全然苦労してないからね今。フルコンしたら何すんの。えフルコン、えいちいちそんなこと考えなきゃダメ。なんか次の、常に次のステップを考えなきゃダメ。生きていく上でまずこの目標じゃん。ここ抜けるんだよな。これどうやってやるんだろう。こうやってやっちゃダメかな。こうやって、おかしい世界のとこめっちゃ抜けるから、こうやってやるわ俺。頭よくない。これ反応すんのかな。これでえ、全押し反応すんの。あ、普通にやっちゃった。まあいいや、できるでしょ多分。でここむずいんだよね。やっぱクソ楽しい。6本で押すといい。分かった、これでいくわ。これで6本で、てかめっちゃ反応するんだねこれ。だって 8個同時反応してる。すごくないこのゲーム。誰か操作面のやり方教えてくんないかな、プロセガの。絶対受けいいだろなんかプロセガ操作面なんか絶対サムネ釣れるだろあれ、明らかに。方向フリック嫌い。なんかどこでもいいんじゃないのあれ、横とか上でも。プロセガ上手くて大会出てください。あの出ていいの俺、出たいんだけど。どうやって出んの。大会の詳細全く知らんだけど、なんかどうやってやるかも知らんだけど大会に出たいんだけど、かき乱したいわ大会の場を。ググったらやり方出てくるよ。でググったんだけどなんかできなかったんだよね全然。おととりでやぶじゃダメならダメに決まってるじゃん。なんでそしたら手元にしなきゃいけないじゃん。やってる感出したいじゃんやっぱ。なんかエアプはなんかやってない感すごいじゃん。やってる感出したいじゃんやっぱ創作面を。むず、次の大会3人1組やぞ。え、ちょ、あの次の大会、え、出れるってことじゃ俺。どういうことそれ。俺に言うってことは出れるってこと俺。組めば誰かと。え、誰か組んでくんない俺と。マジでやだ。なんか学校とかでさ35人とかのクラスでさ3人1組作ってくださいっていう先生悪魔だからね。絶対余るからね。女の子が優しいところだと私たち4人でいいですかっていうことがもう出てくると思うんだけど、厳しい世界だと普通に余るからね。みんなは多分余ってきたんだと思う今まで。だから性格が歪んじゃったんだと思うみんなは。だからしょうがないよぶっちゃけ。そんないじめられたら誰だって性格歪むし、クソゲーやったら、いやお前大丈夫か、アーケードの方がクソゲーぞ、流行ってないから。流行ってるんだぞ、いいゲームだから流行ってるんだぞこのゲーム。見た光介とコメント出てるの俺はね。俺はでもあの辺のさ界隈の人たちもっとさ俺以外にも組む人いるからさ、ずるいよな。俺誰と組めばいいの。てか俺出ていいの。てか出れるの。 どうやって出んの3人1組って。二人三脚シティライブと C チャンネル呼ぶ弱そう
お前誰よりも、おい C チャンネルがお前その辺のなんかプロセカのなんか、プロセカだけで生きてるやつより誰よりも C チャンネルの登録者の方が多いからな。お前数字で言わせろ、俺らは。おい数字で言わせるぞ。C チャンネルに。C チャンネル読んで数字で言わせるわ、ものを。なんなら俺、あれしようかな、ジャニーズのさ、人気曲投票みたいな感じでさ、お買い取ろ。1位買い取るわ。C チャンネルにお金で頼んで。え、マジで買うわ、1位を。なんかバカバカしくない実力で上まで行くの。なんか必死にやってるじゃん。必死、バカみたいじゃん、そんな。金で買うわ、1位を。C チャンネルにお願いして。まあ、5000万くらいかな。持ってるでしょ、C チャンネル5000万くらい。お、ほんとだ、すげえ、ここ通るんだ、これで。ぬるゲーじゃん。これどうやってやればいいの？これ上の方がいい、上の方がいいかな、やっぱ。そんな時代でいいようなとこ、上の方がいい、やっぱ。うまっ。あ、上の方がいいんだ。なんだかんだ言ってみんなうまいんだよね、このゲーム。フレンド欄でなんかいろんなそのマスターのどんぐらい解放してるかとか見てるよ、俺。ここ苦手なんだよな、上。上下、あ、こうやってやるってこと？あーね、確かにね。歌いながらしてほしい、なんか気持ち悪くないだ、それ。そういう VTuber やってそうじゃん。早くワカメと早川殺して。そうだね、今年の目標、そうだったね。サザエさん以下虐殺するんだった。コバトさんと組む？いや、そっち側がいいなら俺は何でもいいんだよ。俺そのプロセカやってる人が なんか俺と組んでいいんだったら別に俺は何でもいいよ。ねえ、むずいんだけど、これ上下でやるか、こうやって。サザエさんアンチしてるよ。でサザエさんサザエさんは好きなんだって。これね、語弊があるんだけど、サザエさんのあの漫画自体は好きで、キャラクターの、サザエさんのキャラクターのワカメちゃんと早川さんが絶望的に嫌いなだけで、俺サザエさんとカツオ好きなんだよ。船さんもそこそこ好きでしたね。こういうこと？いや、できないじゃん。俺さ、なんでここミスってんの？これフリックが、なんでミスってんの？俺ここ、このくらいで触れちゃいけない存在なの俺。悲しすぎるんだけど。え、その3人1組のやつの俺もマジで出たいんだけど、出れないかな。なんか実力のなんかこれ以上やってないと出れませんみたいなのないの？ボーダーラインないんだったらマジで出たいんだけど。屍 M の声うざいから帰ろ。まあ、お前のそのなんかよくわかんないけどさ、屍 M ファンも屍 M の声優もプロセカのセガもお前のその気持ち悪いコメントの方がうるさいから消えてくんねえかなって多分思ってるから、多数決取ってお前が消えた方がいいと思うわ。申し訳ない、本当に申し訳ないけど、別に屍 M の声別にめっちゃ好きってわけでもないんだけど、俺多分世間一般からしてお前のことは多分うるさいしうざかられてるから、多分お前が消えた方がいいんだと思う。申し訳ない、本当に申し訳ない、ごめんね、意思がなくて。俺多数決派だからごめんね、本当に。しかばねえ、マジでそんなみんな嫌いなの？なんで？あれ、これ歌ってんのしかばねえなの？これ男の声じゃない？これ、あ、これしかばねえの声なんだ。これあれじゃんね、東雲綾とかなんかと屍 M の歌なのかな。あ、ほんとだ、あ、天馬司さんいるんだ。あ、カジロ類出た、カジロ類伝説の、ちょ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 、しかばこれなんて読むの、これ。ちなみにガチでなんて読むか分からん。大鳥、大鳥、めっちゃしかばねえなと思ってたわ。あ、屍で合ってるんだ。めっちゃかっこいいね、名前。
で、ここめっちゃむずいんだよね。さっきからずっとここで見せてんだよ。この2回目が。ほら、なんでこれ抜けてる俺。場所が悪いのかな。場所が悪い説あるわ。ちゃんとここタッチしよう。で、2本指とかでタッチしよう。いけるかもしれん、2本指で。もうプロセカのこのとんでもワンダーズが先週ぐらいまでは著作権引っかかんなかったんだけど、ついに引っかかるようになってしまったから、ちょっと気をつけなきゃ配信で。これ場所悪い説あるな。やっぱ屍、鍛冶、駒目沢。え、鍛冶って合ってない？え、なんか俺なんかその読み方間違ってるみたいな感じでバカにされてんだけど、鍛冶は絶対合ってるでしょ。鍛冶だろあれ、どう見ても神代とかカジロ類でしょ絶対。フリックキモいよね。あ、いけた。え、カジロはマジなってるよね、これネタ抜きで。ね、むずいってここ。ここむずいんだよね。ほら、ここめっちゃむずいんだよ。ちょっと厳しいかもしれない今日、実は。楽しいんだけどね。で、早くうっせぇわやりたいわ。え、明日追加ってことはさ、あ、3時か明日の。12時になったらできないかなと思って、できないかな。てか、あとさ、あれね、創作面のやり方、誰かわかる人いない？創作面のやり方。あれやりたかったんだけどさ、じゃあほんでさ、これ入れたんだよ、これ入れたんだけど、なんかできなくて、そう、なんかできなくて、で、なんかパソコンで iTunes 経由でやろうかなと思ったんだけど、なんか純粋に iTunes と iCloud がなんかバグっちゃって、なんかできない。なんか iTunes と iCloud 入れてんのに、なんかパソコンが頭悪すぎて iTunes が入ってないですみたいな警告すっげえ来て、なんかできないんだよね。パソコンに詳しい人だよね、プロセカに詳しい人っていうか、なんか俺は間違ったことしてないんだよ。確かマロディでいいな、そう考えたら。え、マロディでできるの？え、待って、マロディでできるのそれ。え、同じ譜名 MCZ なの、ファイル名。なぜか人気のとんでもワンダーズやってプロセカユーザーを呼び出そうとして。え、プロセカの曲ごめん、何でも人気だから、ごめん。アーキア界隈で生きてる人知らないと思うけど、プロセカの曲とんでもワンダーズが何でも人気だから、クソ申し訳ねえわ。全部流行ってんだわ。あ、逆にエンドマーク流行ってないわ。ごめん。音ゲーマーのみんなごめん。エンドマークとジエンプラ全然流行ってないわ。難易度高いくせに。悪い。これが世論なんだわ。申し訳ねえわ。プロセカの曲は何でも流行ってます。申し訳ない。いった口、舌噛んじゃった。痛い。インストすぐ終わったね。なんか時代が終わったね、インストの時代が。もうなんかインスト嫌いの人マジで買ってないらしいね、インスト。なんかこれ買えるじゃん、購入できるじゃん、このゲームって。意味わかんない。ここでライズやったら神なりたいよな。ちょっと俺、神っていう存在やばくない？人間作り出したの、あれめっちゃエモいと思うんだけど、すごくない？心の拠り所としてる神を作り出した人間がすげえわ。神って本当はいないじゃん。あ、ごめん、ちょっとヒンドゥー教の方とかキリスト教の方いたら申し訳ないけど、神っていないんですよ、この世の中に。なんだけど、人間が神っていう心の拠り所を作ったじゃん。その発想がすごいね、人間の。荒敷もごめんね。なんかこの荒らしてる人たち、本当に申し訳ないんだけど、学校でいじめられてるんですよ、みんな。こういうところでストレス発散しないと、この子たち、リストカットとかしちゃうんで、でそれツイッターに載っけられたりとかし、ちょっと嫌じゃないですか。だからちょっと本当に申し訳ないけど、我慢してあげてほしい。大人の対応をね、ぜひしてあげてほしい。本当に申し訳ない。もういじめられちゃってて、もうどうしようもないんやて。ちょ、もうこう。自分のさ、
配信で広告踏む確率高すぎるね。なんで？優しいでしょ。一個しちゃった。最近嵐過激すぎて思んない。もともと面白くないけどね。最近っていうかもともと面白くないでしょ。俺嵐もそうなんだけど、これ嵐で思い出したんだけど、ジャニーズの方って面白くなくないですか。ちょっとこれ言っていい、ね、ジャニーズの人テレビですごい笑いとるんだけど、あれ笑ってあげてるんだよっていうの、これ分かってるみんな。さ、全然面白くないじゃないですか、ジャニーズの人とかイケメンの人って。あれって雰囲気で笑ってあげてるんですよ、かっこいいから。だけど全然言ってることって面白くないですよね、ジャニーズの人。これね、分かる人いるかな。嵐とか、いや嵐はちょっと面白いかな。嵐はちょっと面白いんだけど、あのジャニーズ、なんかポットレのジャニーズの人って絶望的に面白くない、トークが。じゃあ別に笑いが起きてないなら俺もそんないちいち文句言わないんだけど、でもイケメンだよ。だからそれイケメンだから笑ってあげてんだよ、みんな。イケメンだから。ポットレのジャニーズめちゃくちゃ面白くないっていう。嵐はちょっと面白かったわ、申し訳ない。 VS 嵐めっちゃ見てたわね。 VS 嵐さ、あのさ、なんかなんかさ、あのなんだっけ、なんかロボット倒すやつあったよね。あれなくなった、いつか。なんか俺めっちゃ好きだったんだけど、なんかさ、番号、なんか指糸みたいなさ、なんか板があってさ、なんか一個ずつ沈めててさ、なんかロボット倒すやつなかったっけ、なかったっけ。そういうやつなんかちっちゃい頃なんか見てた気がするんだけど、あれなくなったの。あれいいよね、あれ楽しかったね、昔見てて。やりたいなと思ってた、俺もイケメンだったら。集中すればいけるな、これ。ここがむずいな。そう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 、危険性の問題がなくなった。なんかもうめんどくさくなったよな、テレビがね、ほんとに。なんか文句言う人は見なければいいのになって思うのは分かるんだけど、でも万人受け目指さないとやっぱダメなのかな、テレビとかそういうのって。 YouTube とかもそうじゃない、万人受けじゃない。 YouTube 結構コンプラの基準低くない、割と何でもすぐダメってなっちゃう気がする、 YouTube でも。じゃないと流行んないのかな。Twitter とかもさ、全然思ってなくてもさ、死ねって言うとさ、バンされない。まあ普通に死ねはダメか、バンされるね。 VS 魂つまらん、あーつまらそう。だから言ったじゃん、嵐は面白いけどイケメンは面白くないんだって。てか俺イケメン面白くない理論、イケメン美女面白くない理論があって、しょうもない理論かな。まず売れてる芸人とか女芸人も男芸人も両方ブスしかねえじゃん、売れてる人って。もうその時点でもう説立証してんだけど、あのイケメン美女面白くない理論で、イケメン美女が笑い取るときは大体笑ってあげられてる理論、これね僕正しいんですよ実は。マロディって参加ができんの、マロディでこれできるんだってやろう。じゃあ俺なんかさ、ソノルスみたいなさ、プロセカのあの創作面できるなんかシミュレーターみたいなやつを入れたかったんだけどさ、なんか全然できないんだよね。ちょマジで分かる人いたら DM ください。ちょ本当にね、危機的状況になってる。本当にフルコンできるのできるよ。イケメンイコール陽キャイコールギャグセンスない、陽キャイコールギャグセンスないっていうか、どうなんだろう。まあフィルターっていうのもあるんだよね、正直。なんかブスが言うから面白いみたいな、ブスっていうかおっちゃんが言うから面白い、おっちゃんが言うと面白いのが一番多い気がする。だから浜田となんかその辺にいる VTuber が全く同じこと言っても、浜田だとめっちゃ面白いけど VTuber が言うとサンムってなるみたいな。だそのフィルターあるよね、やっぱ言う人によって。でそのフィルターがやっぱなんかイケイケじゃない人のフィルターが一番なんか面白さを伝えられる気がする、俺は。
これね合ってるんですよこの理論実は。なんでここでミスんの。実は俺まだねプロセカで大パンしたことないんだよね。楽しいもんだってこのゲーム。TikTok の企画も与えてほしい。あれ C チャンネルがやってたから俺もやったんだけど、ほぼ無断転載なんだけど、あれ TikTok の企画ほぼ無断転載な件について、ナーキャとは違います。本当に無理しないよ。大パンゲージあったとしたら、ここが大パンね、こっからスタートで、ここが大パンゲージだとしたら、今この辺。理由はフリックが通んないから。セガの圧力で無理してるって言われても、まあ、圧力も実力のうちだからね。だからセガがうまいんじゃない、圧力のかけ方が俺に対する。ガイさん何も触れてくれないじゃん俺に。それは無法地帯になりますわ、治外法権になりますわ。そりゃガイさんが悪いわ完全に。いやガイさんが悪いよマジで。ガイさんに嫌われてるんですよ僕。ちょっと詰め立てる感じでフリックやればいける。本当にいいアドバイスじゃね。カラーコードから逃げるな。いや俺さちょっとみんなの 目から鱗のこと言っていい。嫌なことから逃げ出して何が悪いのっていう。で嫌なんだもん。ちょ誰か論破して、嫌なことから逃げ出して何が悪いの。でマシは勉強とかさ、ね、もう絶対ここ見せんだけど。さほんで明るさがちょっと、そう新宿理論なんですよ。シンジ君論破できないでしょなかなか。その結果無職。え何、じゃあみんなカラーコードやってんの、働いてる人は。どういうことみんな、えどういうこと、働いてる人ってみんなハッシュタグ 1FGZ PBM してんの。えだったらいいよやるわ。働いてる人みんながハッシュタグ 1FGZ PBM してるんだったら俺やるよ。違うやん、違うやんそれは。あ、そういうこと？フリック指ふすぐ抜ける。あ、なるほどね。なんか集中すればいけんだよね。なんか気なしにやるとできない。ここミスんだよ。より目になっちゃいそうでー。どうやってやんのあそこ。あの PV 全然寄り目になってないから俺イライラすんだよね。もっと寄り目にしろよ。屍ネーム。あー今日もんない。やっとみんな気づいた？その事実に。気づいてしまったみんな。これね、チャンネル登録者10万人ぐらいの YouTuber もそうなんだけど、あの、もう一定数人が集まると、あの、囲う時期ってあるのね。囲う人いんのね。そのままどんどん次は登録者100万人目指すっていう人もいれば、登録者10万人ぐらいいくともう十分だと、もうユーザー数十分だから、あとはこの10万人をどう、なんだろう、どう囲うかみたいな、逃げないように。もう新規にこびる時代終わったから、あとはもう身内ネタ動画を上げまくるみたいな人もいるんだよ。それになっちゃってる気がする、アーキアは。もうね、新規をね、入れない。
俺の民度やばい。俺は別に悪くない。ここにいる人たちが、え、俺が悪いのこれ。今全然スライドしなかったけどめっちゃ通ったよ。 AP はしないの？どうやってやんの AP って。違う、なんかさ、聞いて、このゲームさ、グレイトのタイミングわかんないんだよね、出たかどうか。なんか時間の、ここ絶対できないんだけど、もうちょいさ、ヒューンやるわ、ヒューン。嵐が悪いな、明らかにな。なんでこんな荒れてんの？だから、もうこれね、何回も説明するの嫌やから、ちょっと概要欄のとこに書いとこうかな。学校でいじめられてんのよ、ここにいる人たちって。だからもうここで、鬱憤を晴らさなきゃ、やり場がないわけね。鬱憤の晴らし場所が。本当に我慢してあげてほしい。この子たちも、社会が悪いから、これって。ほんで、お前の話思んないよね。めちゃくちゃ聞いてるじゃん、こうやってコメントで。めちゃくちゃピキってんのよ、これ画面越しで。俺の発言で余裕がないから、みんなこうなるんですよ。なるほどね、ね。しゃあない。次こういくわ、同じところで見せたらこういくわ。ねえ、創作面やりたい、このゲームの。豆腐たちもぼっち、豆腐ってプロセカプレイのことでしょ。なんかああいうのぼっちっていうよりかは、なんかあれだよね、なんか陰キャ友達みたいな多いイメージあるわ。なんかわかる、ぼっちじゃない、ガチぼっちっていうよりかなんか、なんか陰キャコンビみたいな、そんな感じじゃないの？ソノルスあるの？じゃあ俺ソノルスやりたいんだって。俺やらせてくんないの？なんかさ、まず店員がいっぱいですって言われたの。だからもうしょうがないから iTunes 経由で、なんだっけ、オルトストアかアルトストアか分かんないけど、あれ入れてやろうかなと思ったんだけど、なんかアルトストアからこの iPad に接続して入れようとすると、なんか iCloud が見つかりませんだの、 iTunes が見つかりませんだのみたいなことしか言われないから、意味が分かんない。俺お断りなの。いや、これプロセカっていうよりかアルトスター問題なんだけど、ぶっちゃけそこ今その、待って、ここ集中ね、ここあれ、これフルコン通ってる。うわー、むずここ、こうやってやればいいのか。ちょっとなんかこっちがなんかむちゃくちゃな、あ、わかったわかった、こうやってやればいいんだ。全押し切るんだ、基本これ。わかったわ、フリックむずい。嵐しかいないことはなくない？それは違う、嵐しかいないことはない。ちゃんともね、いい子もいっぱいいるん、いい子もいっぱいいる。うん、嵐に反応したら負けます。そうだね、その負け組と同じ土俵に上がること自体がもう自分が負け組であるみたいなもんだから。
ちなみに もう一回同じミスり方したらもうちょっと手出るわ、そろそろ。ここめっちゃむずくない？みんなここでつまずくのかな。フィグロスやろ、やだ。無料すぎあれ、クオリティが。ねえ、フリックもっと大げさにやった方がいいかな、もしかして。ピュン。ああ、なるほどね、こうやってんのか。基本どの手もフリックの手にしとこう。ほんで あそこの地帯はで、ここミスるからね。あ、ミスってる。なんで？難しいね。あ、今日よりマシじゃない、フィグロス。いや、なんか知らんもん、曲。あ、楽しさはフィグロスの上かな、わかんねえや。え、楽しければいいの、それって話ね。見た目大事だよ、やっぱゲームやるにおいて。見た目ってめっちゃ大事だと思うよ俺。見た目とか視覚聴覚めっちゃ大事だと思うよ俺。そういえば弾幕神楽は、弾幕神楽生きてるっていうか、俺全然話聞かないんだけど、誰もやってなくない今。ちょっと失礼から、俺全然知らないんだけど、弾幕かけら今どうなってるか。まだこれどうせ広告踏んでるでしょ、コメント。FX に興味のある方始めてみませんかっていう広告出てきた。なんかなんかみんなやれば FX とかみんなやってるからやれば、俺に投資してくんねえかな。絶対返すから俺、2倍にして。俺に投資してくんない、誰か。スーパーチャットで俺絶対返す、絶対返す。俺2倍にして絶対返す、マジで返す。貸してくれ頼む。 DM 通信そうしたらしてないDM 通してない。じゃあ、明日やる、明日やる。じゃあ、最近生活習慣が終わってて、なんか全然、全然、あれが撮れんわ。動画が。そう、明日はうっせぇわやるわ。そうだって、明日はうっせぇわやるんだった。天上天下つなぐ花火玉みたいな人から100円もらった。天上天下つなぐ花火玉、どこしと切なの願い。FX 生活しろ。俺ね、 FX なんか頭使うじゃん、なんやりたくないんだよね、頭使うから。あと楽しくないんじゃない？仕事じゃん、もうほぼ仕事より。なんなら緊張するわ、そのなんか上に従ってつく仕事と同じぐらい。副業のバイト受かったから先払いで投げとく。副業のバイトする、何ちょな、そのバイト詳しく教えてよ、もう一個のスパチャでぜひ。いいじゃん、副業のバイト受かったんだったらいっぱいお金あるでしょ。ちょっとぐらいいいじゃん、もう一個ぐらいちょうだいよスパチャ。
もう教えてよそれで。スパチャ小食ってみんなしない普通。違う、みんな心のどこかではさ思うじゃん、スパチャ欲しいなって。ただ会社の時間外にバイトするだけでもそれ違法だろ。その会社いいっつってんのそれ。じゃくれたのはいいけどさ、スパチャそれダメでしょ。でそれいいの、その会社副業いいっつってる。会社によってはメルカリとかで儲けるのもダメっていう会社もない。ダメだろお前、それ会社気をつけろよお前。両方職、二頭追うものは一頭も得ずっていう言葉あるからな、気をつけろよ。両方副業も本業も両方失速すんなよ。バレなきゃ OK、 もちろん許可出てるよ。そうなんだ。いちいち本当にスパチャ教えてくれるの面白い。俺別にさ、広い域じゃねえんだからさ、別にさコメントそんなに流れてないしさ、読めるのにちゃんとスパチャ教えてくれるのめっちゃ優しいね。騙されちゃないから大丈夫かな。俺君んちに電話かけてさ、なんか200万円振り込んでくれって言ったら、なんかお前振り込んでくれそうじゃん。詐欺にお気をつけてくださいぜひ。でめっちゃ下辺痛すぎてさ、差し数節操とか言うと何が言いたいの。かきくけこうかな、かきくけこうか。下辺の口内に響きすぎるんだけど。こんなやつに金払う。楽しいこの配信、楽しい。ちょうだいって言うとくれる。こだまでしょうか。そういう CM あるよね。スパチャちょうだいって言うとスパチャくれる。荒らすなって言うと荒らす。楽しすぎるこの配信。子供みたい。VTuber やんな、ほぼ。やってること VTuber だよな。でもあの人たち嘘つくもん。スパチャちょうだいって言わんやん。常にスパチャ欲しそうな顔してんのに、スパチャちょうだいって言わんじゃん。あいつは嘘つきながら配信してんじゃん。でスパチャくれるときで、あーなんとかさんありがとうみたいな思ってもないのに。俺は本気で思ってるし、本気でスパチャ欲しいと思ってるし、でも VTuber って全員嘘なのね。金の無駄遣いで、無駄遣いって言わんで俺にスパチャすんの。似たようなもんだけど。優しいねみんなね。あ、いけた。お前がやれなかったら誰がやるの。だってゴイソンに頼まれたらやってあげてもいいよ。じゃあ いいよ別に。俺アーキアの運営でもなんでもないから、オワコンだろうがどうでもいいもん。なんかアイコン可愛い人からちび平和さん、ごめんね平和と真逆のコメント欄で申し訳ないけど、ちび平和さんからお金もらったわ。なんか一言くれるとね、返しやすいというか、無言でくれるのはありがたいんだけど、なんかこっちもなんかあいいのかなってなっちゃう。VTuber がもらったパチVTuber がもらった金はずいぶんパチスロ行きなの。違うでしょ、 VTuber が好きななんかジャニーズとかに行くんじゃないの、 BTS に行くんじゃないの。違う、みんな BTS にスパチャしてるつもりかもしれないけど、 違う、あのね、みんな違うよ。それ VTuber にスパチャしてるつもりじゃん。でその VTuber は BTS に投げ銭してるの、インスタ で。どういうことかっていうと、君ら BTS にお金投げてるからね。この理論お分かり。なんかアイコン見た、なんかアイコン、あれ三田さんじゃないそれ。アイコン三田さん、それ肖像権大丈夫。俺は別に いいっていうのもなんか失礼だけど、別にどっちもいいんだけど、俺は三田さんじゃないから。で三田さんダメって言ったら捕まるからやめた方がいいよ。肖像権著作権よりなんかめんどくさいことになるからね。俺三田さんさすごいなって思ったのが、あの人さ、なんか今週先週ぐらいかな、
なんか100時間ぐらい生放送してなかった。で適当にめっちゃ飛ばし飛ばしアーカイブを追ってたんだけど、えちゃんとずっと喋ってんのね。トーク力えげつないなと思ってびっくりしたわ。あんな普通喋らんないじゃん人間って。マジで1週間で100時間ぐらいずっと喋ってたの。えすごいよねあれ。プロセク楽しい、めっちゃ楽しい。俺もやれ、ね、あれ何やってんの100時間も。なんかイベランらしいんだけど、ね、イベランってなんすか。イベント走ってたやつか。そうそう、イベント走るって何。イベント走る何をやってんのイベランって。イベランイズ何。ひたすらやるだけ。あ、そうなんだ。あ、じゃあ俺も今実質イベランじゃない。え、俺今実質イベランですか。じゃあイベランのハッシュタグつけとこ。え、違うの。これイベランじゃないの。最後まで、あ、そういうことね。ちゃんと最後までリザルトやってイベランなんだ。へえ。刑務作業だね。ほんとだね。刑務作業じゃんね。刑務作業の方が楽説もあるよ。なんなら。あれ、朝6時ぐらいに起きて、なんか、あれじゃない?普通に人の 1.2 倍くらい働くだけじゃないの?汗水流して。しかも刑務所なんか芸人さんとかゲイしに来るらしいよ。めっちゃ羨ましくない?なんかそういうの。水曜日のダウンタウンで見たわ。三田のサブちゃんチラッと見たら、視聴者の嵐コメント棒読み。何それ。あ、棒読みちゃん入れてるから三田さんの配信なんか棒読みされるね。ゆっくり実況みたいなやつに。ちゃんと嵐コメント全部棒読みされてたんだ。優しいでしょ三田さん。よくボロ出さんわ。これもともと悪い人みたいな言い方、すっげえそう捉えられるかもしれないけど、よくボロ出さないな。もう民度美しいよなここ。見たとコラボしよう。じゃだからさ、あのさ、俺の方がさ、なんか有名でさ、知名度もあってみたいなさ、ならわかるけどさ、逆じゃない。なんか俺から誘うのもなんか絶対おかしくない。心の中で絶対なんか三田さん優しいからいいって言ってくれるかもしんないけど、いや心の中で、いや何お前誰お前、絶対思ってるよ三田さん。きっしょいね、きっしょいね、あの、あ、神っぽいなみたいな感じで思ってるよ絶対三田さん。きっしょいね、きっしょいね、君きっしょいね。三田さんボカロ好きだからなんかああいうのばっか歌ってんじゃないの。絶対三田さん心の中でそう思ってるから。きっしょいね、きっしょいね、君きっしょいね。難しすぎるんだけど。北センチネル島ぐらいの民度。いいねそれ、分かりやすいね。なんかさ、三田さん実はめっちゃ万人受け切ない。なんかコメント欄もね別にそんな気持ち悪くないし、なんかこれ失礼なんだけど、で100時間ぐらいずっと喋ること出てくるのすごいし、あの人実はめっちゃすごい説あるわ。で謙遜すんのね、ちゃんと自分のこと。そこがすごいわ。俺は自分が俺が俺がっていうあれなんだけど、嫌われるのよめっちゃ。で謙遜してる人嫌うって何言ってんのじゃん。謙遜してると嫌われないの。あの人めっちゃすごい説ある。
乙女やってる時点で終わり。お前そう、もうそれもうそれ言ったら身も蓋もないじゃん。身も蓋もないこと言うなよ。身も蓋もないこと言うなよ。中にはいるんだぞ、松丸みたいに成功したもいるんだぞ。松丸か乙女前のか知らないけど、松丸かは乙女前らしいよ。自称顔も可愛いのに、あの子、あの子っていうか あっちの方が多分年上だけどね。ちょ、自分のさ広告踏むのどう、これなんか自分だから、なんかこれさアカウント自分のログインしてんって。だってさ、あのあれじゃ、非表示のやつを表示しますかとか出てるし、これ自分でログインしてんだけど、なんで自分で広告踏むのっていう。で YouTube 上なんか自分の動画に自分の広告を踏むっていうのよくないらしいの、 YouTube 的に。自分でやって自分で儲けてんの意味ないじゃん、ダメなんだけど。そんな AI 頭悪いのかな、このなんかブロックしてくれるよね、広告。自分の配信なんだから。すげえ頭悪いわ。この曲むずいの、なんか上から3番目ぐらいの難易度じゃないだって。多分そんな感じだった気がする。ツベプレ入る。いや、俺、サバが入ってるよ、サバが。あっていうアカウント入ってんだけど、それだと、そっちでログインすると、あれじゃん。コメントの表示、非表示みたいなやつ見れないじゃん。松丸亮吾とマッチング切り抜くわ、切り抜き出すわ。そしたらめちゃくちゃタイトルで松丸亮吾の名前使って、でしかもハッシュタグ頭脳王みたいなやつとか、なんかいろんな東大王とかなんかめちゃくちゃなやつつけたろ。で松丸から来るやつめちゃくちゃ増やそう。頭切れるかな俺。なんか今バグってたよね、ここ見た、今一瞬バグってなかった、今見てなかった、みんなぼーっとしてるか見てないかな。これ場所上すぎんな多分。お前松丸亮吾に学歴も顔も負けてる。そんなさ1位の人を例に出されても困るわ。平均以上だったら何でもいいだろ。あのさ1位の人と比べてさ負けてるなんて言ったら、なんか全国民そうなんだけど、まあ頭悪いだろ。さてはもしかして頭悪いだろ。でお前一人のコメントでさ、俺ピキっちゃった、ニート怒らせちゃった、俺どうなると思う。そしたらねえ、お前怒らせたら俺のこと、お前怒らせたやろ。さては怒らせちゃった。大パンゲージ溜まってる。大丈夫、プロセカでは絶対大パンしないから。アーキャラの時はなんで大パンするのかっていうと、あのガイさんが案件くれなかったからなのね。で常識的に考えてアーキャが案件を起こさないのはおかしい俺に。でも常識的に考えてプロセカが俺に案件を起こさないのは妥当なのね。なんでかっていうと全然数字持ってないから俺が。この意味分かり、アーキャの中だけで見たときに俺めっちゃこれマジでうぬぼれとかじゃなくてマジで知名度高い方なんだよ俺。でなんで俺がハブられたのっていうところで、まあそこで大パンしてるかな、常に一生根に持ってる。だからヒスってます、常にヒスなんよ。もう削除のリトル、もうそれやめろマジで。それ削除さんなんか言ってないよそれ。削除のもうそれ広島焼き屋は許せないんだけど俺ね。それおかしいよな、あれ、あのツイート。え、あれ事実だよね、あのツイート。俺リアルタイムで見たもんね、配信かなんかで、みんなと一緒に。削除のあのリトルボーイ見たよな、広島焼き屋リトルボーイ。それはちょっとね、
世界を許してはくれませんよ。ガチでね。なんすか。それは許せないと思います。これあいつめっちゃイケボだから。まあメイドといったら秋葉のアイドルみたいなもんですからね。これそれはちょっとね、世間は別に行くのはさんでグリーバス WA なら別にいいだろ。なんで削除の広島焼きやリトルボーイと行くのはさんの WA が一緒の文字列で読んの。別にいいだろ、全然いいだろ。行くのはさんの WA、 グリーバスなんて WA が普通だろ。普通 WA だろ。削除さん、オタクくんが粘着してきたから消しましたって言ったの。本当にそれ。なんか手出すのはしまいまでやっとしてね。なんかどうせそっち方面行くんだったらさ、なんか炎上系 YouTuber みたいなことすればいいのにさ、なんでなんか中途半端なんだね。それやめろ、そのスパチャ。ね、本当に、ね、それさ、なんか俺削除さんめっちゃ中途半端なんだよね。削除さんなんかやるときはやる、ね、なんかもうどっちかにしてほしい。俺だからさ、もう俺クリーンなチャンネル目指そうとなんてしてないじゃん。俺もうここまで来たから。これマジ作曲能力に対してネットリテラシーが貧弱すぎるだろ。いやマジなんだよねこれ。いや俺なんかね、あのさ、みんな見てよね、俺らなんかリアル配信で見なかったっけ、リアルタイムで見なかったっけ、削除さんのツイッター。いやあれがなんかたまたま削除さん乗っ取られてましたとかだったら俺全力で土下座するけど、俺ら見てよね、なんか配信かなんかで一緒に。ガン見してよね。ガン見してよね。あのスクショとかの次元じゃないもんね。なんかスクショとかだったらワンチャンコラ説もなきにしもあらずじゃん。配信でガン見してよな俺ら。終わらせる気ある、めちゃくちゃあるよ。終わらせたいよ早く。でも不思議とね、手が痛くなんないの。楽しいからかな。あの車酔いもさ、楽しい気分だと車酔わないみたいな。カモメさんもやばいこと言ってた。なんで？何を言ってたの？だからさ、そクリーンな人だからさ、問題視されるのかな。みんながさ、クリーンな人だと思ってるじゃん。でヒカキンもなんか広島のことなんか言ってなかったっけ。なんか俺ヒカキンのなんかあれ見たんだけど、ヒカキンがなんか原爆の瞬間、あの時家なんか家にいたことを祈るみたいな、大気汚染がどうのみたいな、なんかそんなツイート見たことあるぞ、ヒカキンの。めちゃくちゃ言うやんと思ってヒカキン。ヒカキンなんか言ってたよな、なんか原爆のこと。そういうことね。ヒカキンが言ったのは東日本大震災、そっちもダメじゃん。ヒカキン差別主義者なの？あ、そうなの、ね、ヒカキンって差別主義者ね。初めて知ったわ。家にいたことを祈るって言ってんだ、その日、ヒカキン。なかなかよな。でもさ、俺ヒカキンの叩けるところってマジでそのツイートぐらいしかなくない？ヒカキンってさ、いや、偽善者、いや、ヒカキンって叩けるとこマジでそこしかなくない？どう探しても。叩くとしてもそこぐらいしかないんだよね。なんか俺見てよ、なんかフルーツの、俺なんかアケビかなんかの食べ方間違えて炎上してたの、めっちゃ可愛いと思ったもん炎上の。あとなんかヒカキンメルカリで自身の体毛を売ってなんか炎上してたわ。なんか自身のヒカキン体毛を売ってなんか炎上してなかった。毛でなんかボール作ってなんか気持ち悪すぎて炎上してたヒカキンさ。あのなんか否定とかじゃなくて、ヒカキンさんさすがにそれは気持ち悪すぎますって言って炎上してた。
めっちゃかわいそうなんだけど、信者から日陰じゃん、さすがにそれは気持ち悪すぎますって言われてた。それマジなのか。いやマジで俺見たもんだって、そういう動画。ヒカキンの毛玉がキモすぎたらしい。俺でも偉いのが、俺意外と偉いのが、こういうキャラなのに割とマジで関わりない人の名前、なんか他の配信者とかに迷惑かけたこと一回もなくない俺。それめっちゃ気をつけてんだけど、ちょっと関わりある人は触れることできるんだけど、関わり一切ない人って俺のことどう思ってるか分かんないじゃん。だからなんか、いざこざを起こしても嫌だなと思って、絶対に配信者とか言わないようにしてんだよ、名前とか。めっちゃ偉いんだよ俺、そういう、すごい偉いんですよ僕。正直言うと好きなキャラ誰だから、コマメザコハネだって。偉いよね。ね、グルコスの人って。三田がテルフクに聞いた。なんで？なんかした？なんて聞いてたの？音だけどつんくんのことは言い放題。配信者じゃないじゃん。しかもまあ申し訳ないわ。申し訳ない。確かに同じようなことだわ。あ、それは申し訳ないわ。いろんな言い訳は頭に浮かんだよ今。ベクトルが違うじゃんとか、なんかその次元が違うじゃんって配信、なんかいろんな言い訳浮かんだんだけど、もう同じようなことだわ。申し訳ないわ。コマブザーって言ってるのはわざと、なんか本当は本当なんかもうちょっとね、略し方が綺麗なんだよコマブザーの名字は。でも聞いて、俺普通に素で間違えたの、多分最初に言った時素で間違えて、なんか普通にバカだって言ってんのが、なんかバカなのがバレたくないから、なんか普通にコマブザーなんかネタ感あるじゃん今ここまで来たら。なんかネタ感出してるけど、なんか普通にバカがバレたくないんだけど、関係10級ぐらいなのがバレたくないから、なんか普通にコマメザーってなんかネタっぽく言い張ってるだけで、普通にバカがバレたくないだけ、純粋に。三田光介やめ、なんで。キャラの名前全員言えるよ俺。俺言おうと思えばマジ全員いるよ。なんかわざと間違えてる感もちょっとあるもんだって。あずさわでしょ、だって小羽はあずさわだよ。だってカジロは多分絶対カジロで合ってるはず。青柳増えてるでしょ、もう大体わかるよ。言ってみなんて言われてもさ、多すぎて言えないじゃん、そんなん。キリがないじゃん。日が暮れるじゃん、あんな言ってたら。クソ多いもんだって。画質悪い？まあ、なんとなく雰囲気が。伝われば許してくれ。え、結構行ってない俺。ここミスんだよね、この後。うわっ、ここむず、なんで、なにここ、え、どうなってんのこれ。え、どうやってやってんのあれ。こんな感じ。え、あれなんか簡単な方法ないの？ 2-1-2-1-2-1 みたいな感じじゃないの？ここマジむずい。え、2-1-2-1？ それどうなってる？ちょ、なんか画面録画する？見たことすぎんじゃん、マジ。え、そうなの？絶対嘘じゃん。
今来てんだろ、あの YouTuber は。え、研究しないと無理。え、なんか2121みたいな感じじゃなかったっけ。お前もう船降りる。なんで俺ウソップみたいになってんの。ちょ、なんかもうぐちゃぐちゃになったし、ちょっと画面録画しよう。こっから行くわ。なこれ、あ、速度、あ、まあいいわ。で、ここ、こうなんだね。なんか無反応めっちゃすごいんだけど。あ、なんかいけそうじゃなかった？ちょっと正解解体10秒前、ちょっと行くわ。ちょ、音取れどれ？これだ。ちょ、音取れ入れていきますね。うん。むずいんだよな。いちいち。ところどころ。TikTok シーン聞きたかった。正解書いて10秒前回ってって言ったことでしょ。歌いやすいよな、あそこ。口ずさみたくなるもん、ついつい。ねえ、アーティストの山ってどうなったあれ。ねえ、山っているじゃん。シアトルのルージュヘイ夢を見てたみたいなさ、あれどうなった。もしなんか全然いなくない。ゆっくりしよう、ゆっくり。5倍速。ん？は？え、どうなってんのこれ？むずくない？え、どうなってんのこれ？え、どういうことこれ。待って、わけわからんだけど。トン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 。え、どういうこと。いや、これ、か、右手で金ノーツ取って左手で小さいの取る。あー、ん、ん、合ってる今ので。絶対合ってないよね。この後、え、絶対、え、わかんないわ。全然わからんわ。タン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 。え、これ絶対片手でこうやってやってた方がいいんじゃない。え、マジで分からんわ。最初の4ノーツはそれで、え、こ、片手でこうやってやればいいじゃん。こうやってやればいいじゃん。は、マジでどう言ってんのこれ。逆？金ノーツが全同時押しになってる。いや、分からん分からん。言われても分からん。タン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 。え？こうかな？絶対違う気がする俺。絶対違う気がする。なんか正攻法ないの？
え、むずくない？ここ。見たことない。見て、勉強しろ。え、開けてる？ちょっと一回もうちょい遅くしよう。ダン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 。むずっ。タン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 。じゃあこれさ、俺のプレイが下手くそすぎてさ、ちょっとなんか、じゃあ一回オートプレイをさ録画させて、ちょっとなんか分かりづらくなってるわ。え、超分かりづらくない？これ超分かりづらいんだけど。これオートってできるよね。これ一回やろう、オートで。三田さん片手でやってんのこれ。すごいね、片手でフルコンとかしてんのかな。ヒカキンストーリーから来ました。どういうこと、誰かに売名されてる俺。ライズやるとイライラするからやりたくない。電車みたいな。三田さん片手でフルコンボしてんのこれ。やってくんねえかな俺のやつ。両手でやれば余裕じゃないの。てかあそこ認識難ゲーじゃん、ほぼ。あ、今録画してるけ俺。分かった。これ多分同時よし。ちょ、一回さ全部録画しようか、せっかくだし。多分分かった俺さ、同時よしのトゥン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 のところの同時よしのタイミングをトゥとトゥの時に同時よしみたいな感じで覚えとけば、あそこ幅がでかいからノーツのなんかご利用する気がするわ。多分そんな感じなんだな。でも最後この辺でミスいそう。うまっ。忍びスラッシュ配信する。分かったわこれ。だそうだよね、あのさ、今日はプロセカだよ。これ32人の中でも、でもなんか四天王の中でも最弱みたいな感じじゃないの。32人の中でも弱い方なんでしょこれ確か、って聞いたよ話には。ドクターファンクビートも俺簡単な感じがするわ。いけそうな気がする。フルコンギリギリいけるかな、いけないかなぐらいの気がする。毒ファン30年の中でも弱いよね。よし、よく一緒行くか。ちゃんとね、ちゃんとしよう。あれをここの辺じゃない。火花一番簡単じゃん。俺最初気違いだからやりたくないもん、火花。タン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 。あのさ、
てん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 みたいなのが音下がり始めてから2個に1個が同助詞、音下がり始めるじゃん、てん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 みたいな、ん ?2 個に1個 ?3 つに1個、ちょっと待って、俺ちゃんと見よう、ちゃんと見よう、ちゃんと見よう、1個だけほんで同乗しじゃない、キモすぎこれマジで、おいキモすぎやろこれマジで、この譜面責任者やべこれ、いや巻き込むなこれ明らかに、なんでこうなった？ほんでそんな譜面難しくさせるような曲してないでしょ。こうかな。あもういやもうわからんわ。こもさ10分の1ぐらいの確率で通るからさ、もうなんかその10分の1の確率信じてやるしかなくない？通らんもんだって。通りません、セイタさん、そら通りませんわ。音ゲーマーだった世界線のホタルの墓に登場する親戚のおばさん、セイタさん、そのノーツは通りません。難しすぎない？ここいくらなんでも。え、なんか本当に10回ぐらいやれば1回ぐらい通んだよ。早すぎる。あ、ちょ、助けて誰か。こうなんだよな。こうなんだよ。もうこの癖をつけよう。この癖つけよう。もうちょっと10、100回ぐらいやるわここ。よし、100回ぐらいやるわここ。じゃ今から3時間ぐらい付き合ってくれ。マジで。100回やるわ。全押ししたらいいんじゃ、巻き込むんだよね。そうしたら。22122で覚えるよ。は？何それ22122。いやあのねこのね、トゥン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 トゥのやつをね、トゥク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 トゥンっていうリズムで、あとね22121みたいな感じ、あのね頭追いつかないから無理。これもう100回ぐらいやるわ。ちょ、一回さ、等速でやってみていい？早っ！いや、でもなんか今、ちょっとなんかグレート出たと思うけど、多分いけた気がする今ので。え、いけてないかな？結局なんかゴリ押し感すごいけど。いや、無理だな。え、これゴリ押しでいけてないかな。これさ、なんかさ、成功、なんかさ、ずるいやり方ない。例えばさ、トゥン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 じゃん。だけど、タカタタカタタカ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 ってやると、グレートめっちゃ出るけど反応するみたいな。そういうのない。全然 AP したくないから、それがあるんだったらやりたい。いや、むずっ。これでやるか。え、できてない気がする。ないんだ。めっちゃ作り込まれてんじゃん、この譜面。
で、からのここだからね。この辺とかで見てたらもうどうしようね。あ、でもなんかこの辺最後簡単じゃね。最後は別に冷静にやればいける気がする。この辺のなんか事故が怖いけど、ほらなんかこの辺はいけるんだよ多分。間の小さいのを左手で取る。なんでそんな難しいこと言うの。集まる10分でフルコンボした。やらせだろ。はい、こうじゃない。こうじゃない。なに、分業って何。え、こうじゃない。あ、ちょっと待って、今全然見てなかった。じゃない、合ってる気がする。これでちょちょちょ、何残業って。分業だな、残業だな。俺何か知らないんだけど、それ金の音後半の同時押しを右の人差し指薬指で単体の、いやもう薬指使えないもん俺。薬指なんか俺動かんないね、自由に。一回やってみる。そうしよっか。一回やってみるか。むずっ。デモンズ攻略動画とかあんの見たいんだけど。で、分業って何。ねえねえ、それね、またなんかあれなっちゃった。よかった、なんかこれ今気づかずにやってたらなんかかっこ悪いとこ見せるとこだった。デモンズって何。とんでもワンダーズの略らしいよ。よっこいしょ。ここの段階かよ。しかももっとミスる場所あるんでね。熱すぎるんだけど携帯がね。もうここはもうさ、勉強のしようがないじゃん。ここプロセが楽しいって。俺ゲイじゃないから。ここね。ねえ、なんでそこ抜ける。もう楽しくなくなっちゃうよそろそろ。
女性経験ないじゃん、全員ゲイでしょ。そうやって言って逃げるしかないな。もっと楽しそうにプレイしよう。めちゃくちゃ楽しそうじゃねえかよお前。240コンボあたりの運指どうにかしてほしい。そんなキモい運指あったっけ俺。ここそんなキモくないくない。ここね。あもう年越したの、うん、した。じゃあ一回さっきのところやろう。さっき勉強したところをやろう。まずは忘れる前に。なんでここ抜けんの毎回。もうDJ 元気の二段足行けよ。お前どうせ二段足知らねえだろ。ほらなんか行けるじゃん。まあ、ニデラ知らねえだろ何言ってるか。今何度って言われても 何の用語か分かんねえだろどうせ行ってこいよ楽しいからニデラの方が。全然できんし、なんで急にできんくなった。あれ飽きたからボカロバージョンに変えて、やだ著作権引っかかるから。でなんか急にこの辺でキングになったんだけど、ニデラの用語は分からんからな。知ってるのか。ニデラの用語知らんもんな。でも最初なんだよねニデラが。なんか音ゲーの駒目沢後半の曲ってなんかあったっけ。もう早くアドの曲やりたいんだけど。ね、プロセカの SE 良くない？バンドリみたいでいいじゃん。もうちょやるかさっきのところは。ニデラと BMS はね、アーキアとアークアオイドぐらい違う。こわもうこんな感じね。ちょっと今ひよったわ。巻き込みが怖くてちょっとひよったんだけど、ひよらずやるわ。お前もないから DJ 元気の、お前 DJ 元気の嵐に行くねお前。行くのはどうでもいいんだけど、荒らすなよあんま。
どうやってプロセガしながらコメント読む の代行なんですよね今。これね結構ね秋葉の時やってるんだけど、喋ってる人とやってる人って別の人なのね。で今見てる人完全に騙してる状態なんだけど、普通できないんですよそういうのって。この前町ありつら本物ですかって言われたんだけど、本物って本物なんやって、お前は本物なんやって、本物、偽物とかそういうのじゃない、本物なんやって、お前は。何俺がいるって、なんかたまに見たことあるな、俺ガイルっていうワード、ツイッターとかで。いねえよ。もうちょい上手いやつに頼むよ、逆だよ。やってる人が俺に喋りを頼んでるのよ、逆だよお前。俺が喋ってるから俺のチャンネルだと思ってるんでしょ、俺逆だよ。俺呼ばれてる立場からね、喋ってくださいって、私がプレイするので喋ってください、逆だからね。 DJ 元気の二段下来たお前さ、お前あるある早く言いたいみたいな感じになってるじゃん、早く言えよお前、早く行けよ。俺がいるって略なの？何の略？ダイパンも代行？いや、ダイパンが、だからダイパンがそのチャンネルの主。手じゃん、やってんのは。なんで日曜日なのに、明日月曜日なのにゲームしてんの？昨日配信するの忘れたから。めっちゃ忘れてた。昨日金曜日ぐらいだと思ってたわ。めっちゃ忘れてたわ、普通に。てかなんか昨日から俺プロセガの創作面をやろうかなと思ってたんだけど、なんか入れらんないんだって、誰か教えてってプロセガのやり方を、創作面を。あのさ、ソノルスってさ、なんかさ、店員がいっぱいですって書いてあったんだって。だからそれがなんか嫌だったから、なんか iTunes 経由で入れようかなと思ったんだけど、 iTunes と iCloud が入ってませんって言われるから、なんかバグっちゃってできないから、あの諦めてたんだけど。でソノルスってさ、ね、店員がさ補充されるときある、あの言ってる意味わかる？ Android じゃないと入れられないよ、まあ、それはバカじゃん。別に脱獄でもなんでもないです。え、アンドロイドの APK はさ、別に APK があるんだったらさ、だからさ、アルトストア、アルトストアかオルトストアみたいなやつでさ、あれ入れればいいんじゃないの？あのアップルのやつ、あれなんて言うんだっけ、 API、 APK があるってことは API にできるじゃん、だって簡単に。4月って聞いた？めっちゃ長いじゃん。APK があるなら API にできるじゃん。IPA か。Android しかできないとかは基本ないよ。Android とか iPhone しかできないとか基本ないはずだよ。Apple 無能だからできんだろ。まあ、なんか独占欲強いね。なんか Apple のゲームしかできないみたいな。審査取ってるやつしか。え、プロセガ iPhone しかできないの？頑張れば Android でもできるっしょ。めっちゃむずいし、もうやだ。Apple 信者できないようになってる。そこまで Apple 信者でもねえしな、俺。好きだったら殴んねえよ、iPad。Android 普通にできる？じゃあ、iPhone も別に普通にできる、多分。じゃだけど、なんか俺がめんどくさいことになってるの、なんか。あの、apple.com から、あの、Windows なんだけど、俺。あの、あれを入れてんだよ。あの、apple.com からちゃんと App Store と、iCloud と iTunes を入れたのね。なのに、なんか、純正の iTunes が入ってませんみたいな感じで表示が出ちゃう。だから、できないんだよね。オルトストアから共有しようとすると、こっちに。ちょっと多分何言ってるか分かんないと思う、みんな。
オルトスター、オルトスターでインストールできるし、だからオルトスターでインストール、オルトスターでインストールなんかちょっと意味がわかんないけど。もうロトタケ触れないから。DJ 元気の似てる話したけど、お前のかもしれない。なんで DJ 元気が被爆してんの勝手に。まあ、かわいそうだからやめとけよ。全然悪いことしてないね、DJ 元気さん。なんで被爆したの今 DJ に来た。え、画角かも変えた、変えてないよ。いや、誰か創作名のやり方教えてくれないんで、誰か DM ちょう。誰かさ、パソコン詳しいやつ DM ちょうだい。なんか今日配信終わったら電話しん、もう教えてほしいもん、普通に。ビデオ通話しよう、ビデオ通話、誰か。じゃ、ググった結果がわかんないんだって。なに、ググってできるんだったら全員やってるわ。カスタマーセンター選んだらググってできるんなら。なんか不可解な現象起きてなったよ、マジで。助けて。これ、ズーム配信しようぜ。ディスコードで画面キャプチャーしながら話そうぜ。マジで。助けてくれ、マジで。というわけで、DM 待ってます。じゃあ、情弱って思うじゃん。じゃあ、俺ね、割とね、めっちゃ正当にやってるはずなんだけど。あ、待って。あ、びっくりした。びっくりした。今日何曜日？今日日曜日だよね。びっくりした。危ねえ、びっくりした。俺さ、月曜日にさ、なんか参加してくださいって言われてる、なんか変な会議があってさ、9時ぐらいから。めっちゃ忘れたと思った、今日。危ねえ、びっくりした。月曜日じゃないでしょ。え？あ、え？あ、びっくりした。待って。今日付回っただけじゃん。びっくりした。マジで焦ったわ。二重で。びっくりした、マジでびっくりした。じゃあなんか月曜日のなんか9時になんか変な会議に参加しなきゃいけないので、なんかそれに9時から来てくださいって言われてんだけど、めっちゃバックれちゃったと思って、日曜日かなと思ったんだけど、今一瞬携帯、おめえみんなのこと信用してないから携帯見たんだけど、マンデーって書いてあってめっちゃびっくりした。夏休み小学生みたいでしょ。俺ね、嬉しいんだ。久しぶりに予定があって嬉しいんだ、俺。俺さ、予定がないんだよ、毎日。だから、あ、今日何しようかな、あ、何時に飯食って何時に寝ようかな、みたいな。縛られたことなかったんだけど、久しぶりに9時にやらなきゃいけないことができるっていう。すっげえ嬉しいんだ、俺。予定ができたんだよ、俺に。お母さん見てよ。俺に予定ができたんだよ。嬉しすぎる。マジ仕事してんだよ。してねえよ。マジでしてないよ。地震来たー。みんな避難して。マジで嬉しい。久しぶりに見た君地震。あれ津波みたいな名前じゃなかったっけ。グラララララララ。地震来たー。懐かしすぎ。嬉しいね。久しぶりに地震見ると。これね、初めて見た人いると思うけど、俺がね、YouTube 始めて、最初ぐらいじゃない？なんか全然、なんかチャンネル登録者今の10分の1ぐらいの時から、なんかずっとね、同じぐらいの額をね、定期的にね、無言でスパチャしてくれる謎の人なんだよ。なんかお金持ちのおじさんなんだけど、おじさんって勝手に決めつけたけど、お金持ちのおじさんなんだけど、今日は震度3ぐらいの地震が。やべ、大パンしたらこの配信終わるわ。それだけじゃ言っとくわ。大パンしたらこの配信終わるわ。
絶対女の子なわけないじゃん。もう女の子アイコン爆豪勝樹にするって相場が決まってんだからさ、してないじゃんアイコン爆豪勝樹に。まあ、女の子はアイコン爆豪勝樹かヒプノシスマイクにするんだって、してないじゃん。イコール女じゃないんだよ。天魔師天魔司か。早い段階で見せたの気づいてよかった。今ヒプノシスマイク言うよね。え、ブロックしてないよ。何ブロックって、何自信ブロックって。え、ブロックしてないよ俺。何の話、何もブロックしてないぞ俺。あ、地震にブロックされてるやつけどな。お前らさ、逆にさ、奇跡だと思ったよ俺にブロックされてないのが。あのさ、真っ当な人生生きてたらさ、お前らなんて基本ブロックされてるから9割ぐらい。逆にブロックされてないのを今までよくブロックされてなかったなっていう。まともな人間は普通ブロックするからな、お前らのこと気持ち悪いから。いや頼む、マジで運良くなってほしい。今急に頼む、マジ行ってほしい。行くよ、ちょっと日和らない。いやでも、え、縦連のとこだけ見たこうすけより前言うて、ね、あのさ、両方理論値と、両方あそこ理論値、もう無理だわそんなんされたら。いや絶対無理。ちょ、分かった、もう無理だ、絶対無理だ、もう分かった、謝罪するわ。ちょ無理、これ無理。プロセカ楽しいですか。うん、ゴミ、本当にゴミ、つまらん、クソつまらん。さすがセガだな、クソつまらんわ。ここの楽しくなさ異常なんだけど。あ、俺か、あれさ、改造しようかなこれ。え、いいよね、これ IPA 出してさ、これ抜き出してさ、譜面改造するわ俺。あのソノルス使って改造したデータこっち入れてでフルコムするわ。ここ気持ち悪すぎる、改造するわ俺。よくない、改造しようこのゲーム。でそれ手元動画出して、ね、なんなら配布しよう、それ改造しようこのゲーム。キーメタ、サムネはね、前が結構適当なのね。もうそろそろネタがなくなってきてるから、サムネのねネタが欲しい。サムネ次は何をしてあげようか。ちょ待って、そこ2本指左手右手を繰り返して打ってる。もう一回って、そこ2本指かっこ左手右手を繰り返して打ってる。こういうこと、こういうこと、これで取れる、え、これで取れる、こういうこと、え、なんかそんなんで取れるんだったらちょっとやってみたいんだけど、どうやってやってるそれ。え、どういうこと、ちょ、なんかさ、なんかやり方ない、なんかそういうのでいいよ。なんか惜しいんだけど、そういうやり方。サムネに屍ネーム写しちゃいっぱい釣れる。なんでそんな人気なの、あの人。そんな好きじゃねえけどな俺。ベノム、え、どうすればいいのあそこ。
マジレスと解説動画見てこい。見ていいのじゃ今。エンドマのやつと一緒。え、本当に言ってるそれ。え、本当に言ってる、これでいけんの。え、マジで言ってるそれ。左手が2本指ね。は？どうやってやってんのそれ。左手2本指。ちょ待って、左手2本指って何？ちょっと左手が忙しい。でもなんかこういうなんか適当な感じじゃないと無理。適当な感じじゃないと難しくてできない。同時押しを左手で取る。あーね。あ、わかったわかった。じゃあ。こういうこと？こういうこと？あ？じゃあこっち右手一回こっち行く？もしかして、え？もしかしてさ、右手一回、でもさ、でもさ、右にこっちの方のやつ2個ぐらいのっち出てくるんだけど、これ右手で取んの？え、クソむずくない？しかもさ、22122じゃないとさ、え、絶対できないんだけど、こんなん。は？絶対できんくない？こんなん。ウィキから譜面ダウンロードして、だから譜面ダウンロードしたいんだけど、ソノルス入れれないんだって。もうちょっとソノルスの入れ方誰か教えて。明日創作面の動画出したいから。明日うっせぇわ出すんだったら間違えた。あ、しかもさ、22122にしなきゃ、左手を。長っ、どうやってやんの。創作の話じゃない。え、どうやってな、ダウンロードって何。ダウンロードって創作名の話じゃないの。な、何このプロセガって、何なモッドとか入れるの、そうやって。え、絶対これ左手忙しすぎて出れるやん。絶対忙しくてできんわ、これ。こ、あのさ、手、左手こっち行ったりさ、右手こっち行ったりとかできないもん、俺。そういうの。ってことは、このさ、このチュクチュクチュクをさ、こうなってなきゃいけないってことじゃない？だって、交互にやるってことはさ、こういうこと。なんか天末がなんか脳卒中みたいな声になっちゃってるじゃん。なんか頭溶けてたよね、今天末がさ。にちゃにちゃしてるじゃん。なんか脳溶けてた、明らかに天末がさが。みんなの推しの脳が溶けました、今。こういうことだよね。同時押し右手でやったらどうなるの。あーね、やりにくいじゃない。ほら、なんか、あー、むちゃまね、なんか左手に慣れちゃったわ。ちょ、一回普通の等速でやるわ。
ん、絶対違う。あ、うんうんうん、早すぎ。ね、あのね、絶対おかしいんだってこれ。早すぎるんだって。あ、絶対できないわこんなん。いや、ちょ、ググっていい？言っちゃっていい？一旦ちょ、いいかな？ちょ、見ちゃっていいかな？どうやって調べればいい？とんでもワンダーズ攻略？どれ見ればいい？どれがいい？どれ解説、これいけるかな？広告ついてます。広島焼きはいいんだって。画質悪。いや、これはなんかいけるんだ、この辺は。で、この辺も全押しだろう、どうせ。すごいね、この人スマホでやってんだね。あ、ここもちょっと解説してほしい。左右。あ、そうなんだ。なんか意識しなかったね。で、この辺はいけるじゃん。で、こっからよ。ここね。ここ助けてほしい。全然解説されてないんだけど、ここ左右左。あ、そうだよね、そうだ。俺やり方一緒じゃん、やり方一緒じゃん。俺はここと、うん、ここが問題なんですよね。まあ取り方は大体わかりますが、左の方がいいと思います。だって、は、ど、え、どういうこと、どういうこと、何が、どういうこと、怖い、左で取るってこと、は、どういうこと、ここは問題ないですよ、わかるわ、そんな。どういうこと、ここ、は、右で取ると6連続で右手タップする羽目になる。いや、わかるよ。ここをどうすんの、ここを。え、ここをどうすんの、ここ。先生、全然、先生、ちょっと、これを右手で6連続やるのは、まあ確かにあれなんだけど、俺でもさ、てん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 、いや、いける、ここはどうすんの、ここ。すごい、この人。いや、絶対できねえわ。そんな頭回らんもんだって。腐食って人の動画見ろ。腐食って何？腐食って、松丸亮吾いるじゃん。腐食これの解説の方が分かりやすいの。もうでも手元をさ、めっちゃ遅く見た方がいい説もない？手元動画上げてる人、めっちゃ遅く見たらどう？ちょ、みんなのコメントがなんかちょっと消えたから、ちょっと待ってね、君、コメントが消えた。で、あとで息抜きに松丸亮吾も見て、ちょ、コメントが消えたなんて。よし。いや、エンドマンは倒せたけど、エンペラとドンパイが倒せない。
まあ、新しく追加されてしまった34の譜面たちにも時間をかけて抗っていきたい職です。今回からマスター譜面解説の方をやっていきたい。コンってよりくオスのみなのです。こいつですかね。どこどこどこ。その間にですね。こういったあここだ。ブランダを強く意識するなら一拍に四打ずつ叩くということを意識するから。一拍に四打負けて一拍に四打ずつ。一泊に4打ずつ。じゃここじゃなくないっていうか入る手で8分面を押すここじゃないんですよ。使用これも交互して通る配置となる。ここはいいんだよ。ここはいいんだよ。左側に来るのでその次はここだよ。ここここにしてる手で2連立てることができます。じゃあ BGM に惑わされた。いよいよじゃこの辺とんでもない量の質問をいただくこの最難関配置の解説。うんここここここまず前半部分は単ノートしかないので認識難の解説でも述べた定石を使うことができます。この前に来るランダが右手指導なので前例の音が右手小さい音が右手というふうに分業して取ることができます。小さい音の意識を優先させるということがポイントです。左手を動かすのがどうしても苦手っていう方はここで左手で2連縦連を挟んでから大きい音を左手あーまあ左手でやって俺こうの方がいいと思うけどな。親指とかじゃないのこれ。前連の図を右手で取ってその次のノーツが左側に来るので、はい、その次は左を2連打その次は右じゃあこれ分かる分かる。指南解説の動画にて譜面研究において片手3連打はなるべく避けるということを言ったんですけど見てこれ両手片手両手っていう順番の配置があるんですよ、うんうんうん、なので日本指でやるとしたらどうあがいても3連打は必須になってしまう、うんうんうん、そうだね。気をてらわない運賞を使うならこのように片手4連打が必須になってしまうんですよね。こればっかりは本当にどうしようもない。じゃあ俺さこの器用にさ分けれんもん。もう器用に分けれんもんだって俺えこんなむずい。よしで解決するしかないです。一応3連打はすることになるんですけど4連打は回避できる運指があるので紹介しておきます。こういう運指ですね。前連を見て、はいはい、小さい単の音を左手で取ることにより3連打を回避できます。まあ、この運指を採用するならあーなるほど左手を動かす方の方法で取った方がやりやすいですね。ちなみに絶対できんわ方法指でっていう運指も考えられなくはないんですけど普通に単の音さゴミみたいな運指がさゴリ押し運指ないの。ゴリ押しもうなんかこっちはここだけでいいからとりあえずこっちだけ動かせみたいな。それかめっちゃグレート出てもいいからタカタタカタタカタカタのリズムでやるとちょうどグレートばっかりでできますみたいな。巻き込む可能性があるのでおすすめはできないですね。無難に2本指で処理することをおすすめします。さてここを超えたら BPM も172に戻りしばし休憩という自然に左手を動かす方4連打回避しなくてもいいんじゃないこれ。さてはさ、4連打回避する必要ない説ない。めっちゃ腕早く動かせば適当にやっても取れる。いや、巻き込むんだよね、それやると。巻き込むから、むず。こんなことある？トン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 。さ、4連打回避しない運指でやるわ。4連打回避しない運指。これよくない？これのご利用していくわ。ん？連打でもいけるで。連打でやらして。連打でどうやってやんの？トン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 。これいいよね。これでいいよね。トン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 。あっこれ同じこと2回して全然違うわ。同じこと2回してる。全然違うわ。同じこと2回してんじゃん。あっお2回やってるんだ。真ん中のノーツも右手がいいよ。ああね。あ、ん？これ待ってよ。これ待ってよ。これさ、どっちかをもう場所固定にさせるとかじゃない限り、俺もう頭悪いからできないよね。
どっちかを、どっちかの指を場所固定させない限り、俺頭悪いからできないから。だから、ここ右手を、左手固定にする？左手。早いタイミングで二個押し続ければ、早グレート出るけど、後ろ反応せん。いや、反応せんのはあかんのよな。もう運ゲーすれば、運ゲーっていうかもうこれ、飛んないもん、運とかじゃないもん、なんか開示ぐらいの運だもんだって。人食い沼ぐらいの運だもんだって。その固定数の分業っていうの、へえ、そうなんだ。これさ、右手と左手どっち固定した方がいい？左手の方が固定した方がよくない？だからつまり、左手固定だから、さ、この人さ、この真ん中のでっかいの音をさ、あ、ここ、同乗したんだ。左手固定にして、ここ左手、全部ここ左手、だから左手はタンタタン、タンタタンだけになるってこと。タンタタンっていう覚え方よくないな。左手ここにやって、左手ここにやって、で、これを、だから、右手はタタタタタンタタタタタンの動きなんだけど、左手はタタタタタッ、んーの、あーね、この辺のさ、なんかさ、判定のうまい具合にさ、なんかこの辺でさ、この辺でなんかなんか両反応するみたいな、動かさなくても、この辺で、この辺タッチすれば両方反応しない？反応しない？どうやってやんのこれ。難しい。え？マジか。一回やってみるか。だからつまり、右手は、この左手のこことここ以外、もう叩きっぱなしになってるってことね。右手の、あの真ん中と一番右のレーン以外。真ん中と、もう分かった分かった。じゃあ、分かった。やるわ。うるさい。難しくない？この曲。こんな難かったんだ。そこ以外も意外と難しいけどな、この曲。もう虫忘れてないよ。大丈夫大丈夫、覚えてる。いや、ぶっちゃけこの辺の方がミスんだよな。この辺めっちゃミスんだよな。よし、ここね。あのね、もう無理だ、無理です。あの、今までお付き合いいただきありがとうございます。無理です、もう無理。でもね、頭が真っ白になっちゃう。その瞬間に来るともう頭真っ白になっちゃう。緊張しちゃってダメになっちゃった。マジでクソ配信。いや、本当に頭真っ白になっちゃったもん、緊張して。よっしゃ、プロセカ楽しい。めちゃくちゃ楽しい、めちゃくちゃ楽しいわ。その難所の手前で頭が回る。そう、あのね、急に今難所がてん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 って急に来れば分かるんだけど、その前にてん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 って、あの、難所に、難所来るときってめっちゃ集中しなきゃいけない。その集中する前に気違いタイムがあるのね。てん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 、あのね、その気違いタイムでも完全に頭が崩壊する。脳のリズムが、リズムってあるじゃん、あの、リズムがあるんだけど、リズムが崩壊するのね。音楽ゲームやるのにやっぱ脳のリズムも大切なんですよ。崩壊するんですよね。
画角キモいね、ほんとだね。いやマジでむずいわ。トゥン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 。いや悔しいけど、いやこれ妥当だわ。知らねえわ、こんなんできないだろ普通に考えて。え、できる人いる？じゃあいねえよな、マイキー。これできる人いる？いねえよな。お前らプロフィールも変えてくれ。しかもなんか俺お気に入りしてるぞこいつ。普通に集中力切れてるから休憩挟むでもしないと一生繋がない。いやあのね、どんだけなんだろう、意気揚々としてる時でも、あの岸ヶ谷タイムのせいでチュン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 の最初のチュン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 のところでも頭がおかしくなってる。どん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 チュンチュンチュン。わかる？ IQ どんどん下がってく感じね。みんなできるの？嘘。AP した？キモ。こっちの方がさ、いいんじゃない？ヌンヌンヌンジン、ヘイヘイ、ゼグルヌンジンヌンジルン。あんなできないよね。どうやってやってんの？え、みんなさ、あの、脳で理解しちゃってんの、いちいち。どこのノーツは、あの、右手で取ってみたいな。こっちの方がいける気がすんねんな。これあんまやったことないけど、これなんかあんま難しくなかったイメージある。なんかあれはむずそうなんだけど、 AP はむずそうなんだけど、フルコンは簡単そうじゃなかったっけ。なんかそんなとんでもワンダーズぐらい難しくなかったような気がする。あ、ここ怖い。ジン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 。あ、ここだ。あ、でも行けそうじゃない？なんかここ今難所。え、なんか行けそうじゃない？こっちじゃない？あ、ここもなんか片手で頑張ればいける。え、フルコンだったら多分こっちの方が簡単なんじゃない？ほら、なんかこの辺の AP がむずいじゃん、絶対。指押しなんでせんの？いや、だから、突発すぎて。久しぶりにやるから、この辺。え、難所が全然ないんだけど、この曲。なにこれ。ほら、なんかいけるじゃない、これ。こっちの方が。なんかもう難所ないよね、あと。あ、行ったわ、これ多分行けるわ、これ。いや絶対こっちの方が簡単だわ。え、じゃない？俺正直こっちの方がめっちゃむずいと思ってた。なんかこの曲イコールむずいってイメージが強いんだよ。これいける気がしてきたわ。え、これね、これどれがいい？これどれが、俺ミュージックカード取っていい？あのクリスタル腐るほどあって、なんなら腐ってるからミュージックカード取っていい？これこの辺とか使う？これミュージックカードいい？ミュージックカードいい？布？布ってこれ何に使うの？これコインがいい？あ、コインか。コインいいの？これほんとだ、めっちゃもらえる。これ種？カード？いや、カードでいいよね。だってさ、これがないと動画が始まんないもん、まず。俺の話なんだけど、これがないとまず動画が始まんないのね。これが足りなくても動画は始められるんだけど、これが足りないと動画が始まんないから、これにするわ。千本桜簡単？確かにでも、32人だから一番簡単。あ、でもフルコンしてるわ、俺。すでに。時すでにフルコンしてた。これ31じゃなかったっけ？
いやこれドクターファンクビートめっちゃめっちゃではないけど、えコインで買えるの、えミュージックカードコインで買わせて、でどうやって買う、どうやって、ちょ誰か助けて、いや俺ドクターファンクビートいける気がするわ、あんだけおめでたブランドニューデイやれば、うん、いや、うん、無理、あれ一番むずい、32人だからあれトップクラスで難くない、買えない買える、どっち、買えないんだろうな、いやこれいけるわ、あれこれってさ俺何ボーカル使ってる、これボーカル変えてやりたいんだけど、またしょうもない嘘ばっかつけてどうせ買えないんだろ、買えたら俺だって絶対買ってるもん、ミュージックカード、この辺むずいんでね、いけた、来た、いけた、待って、いけそうじゃない、ゴリ押しでいける、え、なにこれもう絶対無理じゃん、あ、でもあそこだけじゃない、ぶっちゃけお、見たか、あそこだけだぞ、難しいの、勝ったな、難所ゼロだよね、なんか正統派な32って感じするわ、気持ち悪くない、ここむずいんだね、あ、いけるわ、これいけるわ、これいけるわ、これ何が難しいだろ、こんなんなってないぞ、こんなんなっとったら難しいやろ、その螺旋右2連左2連だけで取れる、え、なんかこうやってやった方がいい、いけるわ、勝ったな、冬月も、冬月見てる、勝ったな、最後片手ど5連で取るお前がキモい、だってなんか右、うん確かに、ドッペルゲンガーもフルコン取りやすいよ、でもこれよりは取りにくいでしょ多分、これやっててクソ楽しいし、この譜面なんかボーカル変えられる？変えたいな、うん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 、でもなんかこれカイトの声ってさ、なんか誰かの声してるから多分ボーカル変えてんじゃない、すでに本家音源からプロセガ版に変えたんじゃない、よし、でここむずいからね、なんで、まあでも難しいけどいけるでしょ、そこまで絶望的な難易度じゃないからめっちゃありがたいわ、カイト単品の方が好き、しゃあねえ、天馬司ってさ歌下手ねえもしかして、でこれさ、いや俺思ってないよ、そんなこと思ってないんだけど、もしかしてよ、彼歌下手説ある、気づいてしまった俺もしかして、天馬司さ歌下手くそっすか、もしかして残念ながら下手くそ俺より下手、めちゃくちゃ下手くそする、俺平均点すら取れないで、カラオケででここね、ここ体力がねえ、またミスと同じとこで、ここ難所説あるわ。
2階あるよね、こういうとこ。誰が使うか分かんない。確かに。ちょ、調子乗ったわ。癖でごまかしてる。テーマつけず友達とカラオケ行ったことないんだ。名前だけじゃん、かっこいいの。ちょっと沼って、あー、これ始まったよ。俺のいけそうって思ったやつ詰めるとどんどん下手くそになってくる。始まった、これ始まったわ。紹介一番うまいやつやん。駒目座が一番歌うまい。あいつ好きなんだよ、歌。声が好きなんだよ、駒目座の。よし、まあでも声優すげえよ。そう、キャラになりきって歌うとかはね、ちょっと難しいから。歌が上手くても宇多田ヒカルとか声優ゴミだからね、あれ。で、ここむずいんだよ。よし、逃げた。よし、そうは問い上がったやつ。宇多田ヒカル声優なんかねやってて、あのね、引くよ、下手くそすぎて。ちょ、一旦さ、ちょっと俺もさ、今久しぶりに気になるから宇多田ヒカルの声優シーンだけちょっと流すね。ちょ、マジであのね、引く。宇多田ヒカルの声優はマジで引く。これが、これだ。お前ビビるぞ、マジで。飛ぶぞ、聞いてみな、飛ぶぞ。行くぞ。こいつね、こいつ宇多田ヒカルの声優ね、行くよ。すごいことになってるでしょ。すごいことになるよね。今回はブラックジャンクチャンネルがなんとかなのじゃ。かわいいわ、一周回って、一周回ってかわいいわ。あれふざけてるよね、明らかに。ちょっと待って、画角がめちゃくちゃ下手くそでしょ、歌で光る。これでいけたっていうか、なんだろう、宇多田ヒカルだからやったんだろうけど、あまりにもひどかったのよ、あれは。わざとなのかな、あれ。受け狙おうとした、もしかして。すんげえグレード出てるけど、まあいいや。プロセカのことだからさ、プロセカ配信者の歌収録させたりとかありそうじゃない？本家にないかな、そういうのは。そういうことしそうじゃない？ねえ、ここむずい、何気に。やめようかな。やめようかな、もう何でもできないや、今日終わったわ。全部風呂敷広げるだけ広げて、全く畳まない。
ロス外人者歌下手、まあ、みんな下手くそだと思うよ。 YouTube やってる人とかなんかすごいみんなあげるじゃん。俺うまいし見たことないんだよね、 YouTube の歌みたいな。あんま聞かないんだけど、もともとプロスガのライブ行った行ってない。何それあんの。行こうかな行こうかな、いつかね暇があったら行ってみようかな。俺が歌ってみたら、いや、だ通報されるの俺、通報されるの俺。ここむずいかな。よし。うまっ。この AP9 のむずそう。絶妙に BPM おかしいもん。よし、よし、いける。いける。え？なんで？どこで？いやもう意味わからんないけど、絶対なんかさ呪われてるって。なんか俺の配信めちゃくちゃさせようってさ、なんかその配信界の神が。え意味わからんないけど、なんで？どこで？えマジで切れそうなんだけど。え、クソ切れそうなんだけど、どこ？え、俺どこでミスった？マジで。え、ガチでどこでミスったか教えてほしい。あ、楽しいです、プロセカ。これも含めて。え、マジで何がミスった俺。てか、グッドぐらいコンボつなげよ。グッドぐらいいいだろ。いいねって言っとるやん。とんでもねえフルコンボしたんですさっき。だからもうやめた。簡単すぎた。あれはなんでどこでミスったんやろ。あれ D4DJ ならフルコンだった。 D4DJ やろうかな。いやでもさすがにこれはできるわ。もうでここね、よし、よし、うますぎ。さっきあそこのハッピーハッピーで見せたのめっちゃ納得いかない自分ここ。デモンズって略し方気持ち悪いからしないんだよ俺。気づいて。そろそろよく電車でお届けしてる人のことどう思う。まあ別に
高校生に注意してもらおうか、あのタバコ吸ってるあれみたいな感じで。注意してもらった方がいいかもしれない、高校生に。お前らは注意されても高校生のこと殴れんもんね、陰気やから。まあ、ゆいぴょん生きてる、あれ伝説のフェミニスト。あの高校生でなんでいいじゃん、正義感強くて。ここになんか得意になった。ここね、難しいかね。え、ね、やっぱさ、矢印向きある、もしかして俺が知らないだけで。なんでピョンっていうの、何がユイピョン、ウサギのマークピョンって呼ばない普通に。シッコバーセル、あれマジでいいんだよな、あの曲。なんで横フリックなの、上でよくない。あ、向きあるけどグレるだけ。へえ、そうなんだ。嘘とかじゃない。絶対グレるだけじゃないって、なんか嘘じゃない。え、絶対プロセカ曲いいよ。え、絶対普通に通るけど、多分俺のフリック下手くそすぎる説あるわ。フリックの向きとか考えたことないよ俺。なんか赤いやつが来たらとりあえず上にピョンってやってる。ほんとだ。ほんとだ、フリックの向き変えたらなんかグレート出た今。俺フリック嫌いなんだよね、ゲームにおいて。世界観がすごい。は？普通にパーフェクト出るやん。あ、反応してない。普通に俺今下にやったで。全部下でやってみていい？めっちゃグレート出るってことでしょ、そしたら。嘘ついたら針千本も飲ませるからね。なんか、ん？どうなってるこれ。真上のやつは何でもいい。真上のやつは何でもいいの。いや普通に反応したけど。あ、ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。へえ、初めて知った。嘘じゃないんだ。勉強になった。画面触り続けてフリックしてもいい。ほんとだ、ほんとだ。初耳だそれは。なんか急に難しくなってきた。
フリックの仕方じわり、そんなおかしいフリックしてないでしょ。こうじゃないの、フリックって。珍しくコメラン嘘つかんかったね。いつブランドニューデーする、まあ、いつかやるわ。あれ著作権引っかかるんですよね。フルコンするまでやるよ。いやもうこれはすぐ出るって、さすがに。もう10分後に配信終わってるわ。もうめっちゃ初めて知ったわ。上はどこでもいいんだね。よし、なんでフルコン配信って、お前本当にランカーか。ランカー名乗ってないでしょ別に。このゲームむずいもんだって。無反応説ある、俺のやつ。死ね死ねってしちゃった普通に暴言が出ちゃった。ゴーストロイル意外と簡単ながらやってほしい。難しいイメージしかない。火花とゴーストロイルごっちゃになる。なんかロングは遅め意識、いや意識しなくていいんじゃない。今通ってるもんだって。何にも意識いらないんじゃない。気なしにやればいいんじゃない。切れそう。いけるかな本当に。ゴーストロイルは認識ない。あ、じゃあ無理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 。なんで頭使わせんの。これバカがやるからいいんじゃん、こういうのは。バカが目押しできるからいいんじゃん。ね、ゲームで頭使いたくないもん。できない気がしてきた。だってなんか気持ち悪いところでミスるもん、さっきから。クソ決めるところでミスるもん。普段ミスんないような。え、本当に三田さん引退したの？なんかさっきからちらほら見かけんだけど、それ。歌い手ボーカルやめませんか。いや俺も歌い手ボーカルやめようかなと思ったんだけど、歌い手ボーカルにすることで著作権がブロックされるんでね。プロセカの動画上げてる人基本なんかプロセカボーカル使ってんじゃないかな。ミスる。
今なんかツイッターで引退つってる。へえ、そうなんだ。俺が原因なの？俺を後継者に指名してたの？なんで？今つかさ歌ってないでしょこれ。歌ってる？あ、少しだけ休む。あ、休止なんだ。いける。いける。よっしゃー、いったー、やっとできた。いや、上の広告クソ気になったんだけど、よかった、いけた、嬉しい。三田さんアドが嫌いすぎて引退したらしい。やったー、危険が危ねえ。よし、おい、70出てるわ、グレート。おい、スクリーンショッツであれでしょう、ツイートするしかないでしょこれ。スクリーンショッツで、あー腕疲れた。いい配信だったね今日ね。あれだよね、ドクターファンクビートフルコン配信、いや普通に楽しかった、できてよかった普通に。ありがとうございます。いや結構ね時間かかっちゃったんだけど、ちょ序盤なんか腕なししてたじゃん、とんでもアンダーズで。なんかまあなんかその時間もちょっとあったんだけど、まあ普通に配信良かったね。久しぶりに成功できたね、おめでとうございます。とんでもなんとかしなくていいんですか。まあなんか最初言ってたけど、まあ、あれだからね、ウォーミングアップだったからね。よーし、気持ちいい。よし、終わろう。楽しかった。ありがとうございました。さよなら。三田さんの分も俺頑張ろうじゃなあ。三田さんの分も頑張るわ、後継者名乗ろう俺。4田康介いきます。4田康介、ありがとうございました。あ、ねえねえねえ、誰かさ、誰かこれ、もうさ、ソノルス分かる人いたら教えて。ソノルス、ソノルス分かる人いない？誰かソノルス、これもうこれのやり方分かる人いたらちょっと教えてくんない？もうこれやろうとしてたんだよ。でこの創作面のやり方分かる人いたらなんか DM 送っといて。これガチの話だからね、ガチで。なんかこれ詳しい人いたら、なんかこれさ、ディスコードサーバーで聞けるらしいんだよね。なんか聞くのもなんかこれソノルスあんま関係ないことっぽいから、なんか聞くのやめてたんだけど、なんか少女さんがズームしよう。
キメラマメリンなんじゃねえかよ、画面が。なんかこれ分かる人いたら教えてください。さよなら。ツイートするの忘れてた。パスワードは映せないわ、さすがに。待って、俺パスワードが違うって言われた。ツイートって待ってよ。どうしよう、ドクファンでいいか。ドクファン、ドクターファンクビート PM ビッグマーク、ありがとうございました。待って、普通に PM じゃなかった。まあ、いいや。PM と、間違えた。ちょ、間違えた。まあ、いいや。終わるわ。